実はラーメンマンは国連の武術大使に選ばれ、世界中の痛いけな子供たちに武術を教えに行くところなんですね。このラーメンマンの長年の夢だったんですね。相変わらず静かな人ですね。そーっとしておいてあげましょうね。中国の万里の長城ではラーメン食べ歩きの旅に出ていたラーメンマンが、ラーメンマンさん、私にもラーメンをおごってくださいってば。あっくじらっぱ、スグロに牛丼を届けてください。ね、ラーメンマンさん、聞こえてるの？男は黙ってラーメン食うべし。
イギリスのバッキンガム宮殿では今まさにロビン・マスクにナイトの称号が授けられる式の最中でしたが、この前でこのような狼藉断じて許せん。
は現代のアメリカはニューヨーク。テリーマンが夏子さんと一緒に仕事がてら遊びに来ていたんですね。ちょっと様子を見に行ってみましょう。あ、いました。いました、いましたよ。で、筋肉マンの行方は分かったのか。さっき国際電話をマリにかけたらまだなんですって。でも、でもミート君も一緒なんですって。だから心配ないわ。ああ、あの子はしっかりしてるからな。それに金ちゃん、めったなことじゃ死んだりなんかしないもの。そりゃそうだ。この大牧場でよ、今度テリーマンがこの大牧場を買うことになったぜよ。いや、これから契約に行くところなんです。広くて素晴らしい牧場でしょ。大変素晴らしい。私たちの長年の夢だったんです。よかったわね、テリーマン。さあ、夏子さん、行こう。それでは、与作さん。テリーマンは牛丼用の牛をどんどん育てることでしょうぜよ。テキサスでした。駆けつけずに置くものか。うらら